こんばんは。ばんは。ああ、セットンさん。実は僕、池袋に住むことになりまして。へえ、そうなんだ。ご近所かもじゃないですか。かもですね。田中太郎さん、一人暮らし？はい。明日から駅の近くのアパートに住むことになってます。ネットの契約は済ませてありますんで、すぐにログインできると思います。それはおめでとう。なんか聞きたいこととかあれば遠慮なく聞いていいっすよ。ありがとうございます。池袋にようこそ。裏切りの夕焼け夜景に絡みつく汗を切り裂くようにして、マシンは叫ぶ歌うように。お前本当に運がいいよ。あれだけの人に会えて、おまけに都市伝説まで。なんかすごいものを見たんだと思う。ああ、地元じゃ絶対見れないような。ああ、決して手が届かないと思ってた。ありえない現実が目の前に広がってる。すごい、すごいよ、キタ君。僕さっきから震えが止まらないんだ。朝日は昇る。龍神ね、帝っていいます。あ、ペンネーム？一応本名です。嘘、本名なの？いや、すごいかっこいいじゃないですか。いやいやいや、漫画の主人公みたいだ。俺もいろいろ噂は聞いてる。かなり危ない奴らだってな。そうなんですか？興味本位で近づかない方がいい。余計な詮索はよしておくことだな。あ、噂をすれば自動販売機。何かを探し、何かを求め、この町にやってくる。何かを変えようと、この町に。かくいう私も。あの女じゃなくて、彼女のことなんだけど。やっぱり政治が連れ出していたのね。大丈夫よ。彼女のことも私に任せなさい。じゃあ、もう処理されてたりして。処理！まさか。まさか。え？最近代々木公園に流れてきた似顔絵描きのじいさんが昔それを見たって言ってるんだよね。そのじいさんがさ、首がない、首がないって騒いでたらしいんだよ。それって要するにそのデュラハンってやつの首のことなのかな。だとしたら何、あんたがそれ持ってたのみたいな。まだそこにいるのか。じゃあなんで名前も知らない奴が運命の人なんだ。俺が愛してるからだ。他に答えなんかない。愛を言葉に置き換えることなんてできやしない。あれ、君は。いや、来ない。こっち。誰だ、あれは。君に会っても悲鳴しかあげなかったというその首を君は一体どうしようって言うんだ。一人の人間として生きてるらしいその首を君のために
体から切り離すとでも言うのかい。少年がアンリを先に口説いている正臣を見つけるまであと35秒、少年が正臣を蹴り飛ばすまであと45秒、少年がアンリに恋をするまであと、少年がアンリに告白するまであと。 Trust me, trust me, trust me. Really wanna be with you. I trust me, trust me, trust me. I'm here. どこにいて